か。ノックくらいしなさい。すみません。もういいわ。ちょっと聞きたいことがあるんだ。え？使命って人知ってるか？使命知ってるのか？絶対内緒にしてくれますか？ああ。周英さんは幼い頃孤児院で育てられたんです。孤児院？ええ、お兄さんと一緒に。ひょっとして使命というのは兄さんか？はい。でも使命さんはある日突然出て行っちゃって、それっきり。そんなことが。私が知ってるのはそれだけです。そうか。くんはどうしてそのこと？私も同じ孤児院で育ったから。そうだったのか。